中学の頃、自分がそういう感じだったので、ちょっとこの子にはやっぱそうなってほしくなくって、あとはもう一回いける、はい、大丈夫、はい、じゃあ行ってきます。あのすいません、あの今ってお時間ありますか？あの4月から中学生になるんですけど、その友達とかを作るのが今不安で、その友達を作るためのそのなんか作り方みたいなコツみたいな、そういうのって何かあったりしますか？あのすいません、あのちょっと話いいですか？あの中学に入るんですけど、あの友達関係とか、 なんか友達を作る時になんかちょっと不安で、その時のなんかあのアドバイス？アドバイス、はい、俺友達いないから。マジでごめんね。まあ中学でしょ、はい、今小学校でこれから中学、うん、中学に入るのがちょっと不安で、あの友達作ったりとか、なんかそういうのでアドバイスとかってありますか？コツというかアドバイスというか、そういうのありますか？長くなるよ。アドバイス？自分から話しかけるタイプですか？自分も、はい、ちょっと友達作り、うん、コミュニケーション能力があまりなかったから、友達が多くできたかって言われると、まあ、そういうわけではないんだけど、まあ、友達作りか、まああれだな、なんか共通の話題を見つける、共通の話題とかがあると、うんうん、すごいすぐ、うん、心の距離が縮まりやすいから、うん、やっぱり、うん、話しかけちゃえば意外と大丈夫。私が中学生の頃は前の子に話しかけるとか、そんくらい。でも話しかけるよく話しかける、うん、話しかけられる、まあ、自分から自分は、はい、出席番号がね、前後の人と、うん、並ぶことが多いじゃん、うん、から前後の人には自分から話しかけに行った方が、はい、その後、うん、すごい仲良く先生並んで喋りながら、はい、まず部活は、部活の友達ってまじ卒業した後もずっと続くから、部活の友達をまず大事にすることと、はい、あと最初だからやっぱ名前順じゃん、席とか、うん、やっぱね、名前のこの6歩、8歩か、こう近くのやつらは狙い、ちょっともう全員初っ端から4で、はい、そうだから毎朝投稿したら、うん、友達にちゃんと挨拶して、うん、挨拶して話すきっかけ作る、うん、まあでも、まあ、とにかく話しかけるときはもう自信を持つことだね、うん、まあなんかちょっと言い方悪くなっちゃうけど、なんかなよなよした感じだったらなんだこいつってなっちゃうから、まあちゃんと自信を持って話しかけるとか、あれだな、ちゃんと堂々としておくこと、はい、それが一番だと思うかな、うん、まあ、堂々として話しかけること、話を合わせるとかもすること、はい、まあ、これでまあ友達が多分できていくと思うかなって思う、うん、ありがとうございます。なんかちょっといいアドバイスあげられなくてごめんね。次とか話に出してみてもいいかも。はい。頑張ってください。はい。めっちゃ先生に聞いた方がいいかも。いろいろ。ぐいぐい行った方が、うん、先生とも仲良くできるし。部活とか入るの？うん。何？美術部か。すごい。
科学部か、うん、部活入ったらそこだもんね。はい、はい、このシャイにならずにこう緊張せずに女の子の友達も作っていくと楽しいと思う、うん、はい、頑張って、はい、頑張ります。いい、うん、これでいい、うん、じゃあ頑張って、はい、ありがとうございます。大丈夫です。大丈夫、はい、本当に、うん、大丈夫、中学大丈夫です楽しみに中学、はい、カメラはそこから撮っています。おー、はい、ちなみにあのカメラはカメラそこからうわやだすいませんあそこがちょっと撮らせていただいてて、でも最近なかったですね。最近優しくしたなって思うことなかった今日いい経験になりましたね。優しさ経験したまりました。本当ですか、ありがとうございます。ちなみに2人はそういう感じでじゃなかった中学から話しかけてくれる。さすがです。さっきの話なの。頑張ってほしい。自分たちが今中3で、中3だね。高1なので。中学の頃、自分がそういう感じだったので、ちょっとこの子にはやっぱそうなってほしくなくて、あとは。たくさんとか友達ができてほしいっていうのもあったので、ちょっと自分からはこういうアドバイスを